はい、どうもカゴです。今日ですけれども、ですね、先日届いた α7S3 がですね、もともと持ってたジンバルのウィービル S にちゃんと乗るんだよねって言ったところを確認していこうと思います。まあそんなに α7 の中でも形状変わってるわけではないので大丈夫だとは思うんですけれども、ちょっとね、ちゃんと今後ジンバルとかも使って撮影とかしてみたいなと思ってるので、まあ問題ないよねって言ったところを確認しておきたいという意図です。でね、ウィービル S はもともと海外の旅行行く時用に買ったんですけど、ですね、ヨーロッパの美術館とか入るときの荷物制限のときにですね、カバンのサイズとかが結構厳しいというか、カバンのサイズがあって、ちょっとジンバルとカメラって持っていくと大きいカバンになっちゃって入れないとかっていうことがあったんですね。なので、結果持ってったはいいんですけど、ほとんどもうキャリーケースの中に入れっぱなしになっちゃってて使えてないんですよ。で、まあ、せっかく買ったものなので、もうちょっとちゃんと使い倒したいなっていうところで、まあ、ジンバル撮影のところスキルってのをちょっとこれを使って今後学んでいければいいかなと思っています。はい、じゃあね、早速載せていこうかなと思うんですけど、まあ、ウィービル S の搭載するときに必要な台についてはもうカメラにつけてあるので、ちょっとバランス取って乗るんだよねって言ったところを今日は確認しておきます。よし、じゃあやっていこう。よし、じゃあ三軸のバランスを取っていきましょう。まずはね、横のバランスを取りましょうか。今ロックかかってる状況なので、ロックを解除すると。で、ちょっと下が、傾くので、これをですね、バランス取れる位置に持ってくる。はい、じゃあ次で、今度はあとこういう向きバランス取るって形ですけど、なんか大体取れてますね。ちょっと気持ち悪いかな。このところですかね。はい、であとはこれをですね、上に向けた時にバランスが取れるっていったところをちょっとやんなきゃいけなくて、ちょっとここをやってこう。そう、前なんかのでもちょっとジンバルの動画を撮った時に少し話したんですが、この向きだけがね、ちょっと忘れがちになるので、この3点ちゃんとバランス取ってやる必要があるというところですね。あれ、横の向きが取れなかったね。上向いても取れる、横向いても取れる。で、左右のバランスも取れてるという状態になれば OK です。よし、これでバランス取れてるはずなので見ていこうか。
でも全然大丈夫だね。あ、これ面白いな。よいしょ。うん、全然大丈夫そうですね。特にファインダーの部分が干渉するとかそういったこともなさそうなので、全然問題なく使えます。はい、では今回はこんな感じで終わります。まあ今回確認したので、次はジンバルつけて撮影に行こうと思うんですけど、今週末がですね、雨予報になってるので、まあ晴れたタイミング見かけて、撮影に行ってみようかなと思うので、まあまた撮ってきたら動画にしてアップしようかなと思いますので、どんな映像が撮れるか楽しみです。はい、では今回はこんな感じで終わります。